ほろ酔いクラブ、こんにちは、ウイスキーおじさんの佐々木です。5杯飲みました、今日ね。これね、全部美味しいから結構早いペースで飲んでたよね、まあ、ね、収録も含めてで、5杯ウイスキー飲みましたと、さすがに、はい、ちょっと変えます。あ、変えますか。うん、ウイスキーからウイスキーバーでウイスキー以外のものを頼むとはなかなかあれですね。はい、あるなんか、あ、まあ、ちょっとすっきりめのやつがいいかな、はい、じゃあジン、熱いんでジンとかどうですか。ジン、ちょっと入れて、はい、どんな、なんか面白いのあるのかな。広島のジン、うん、日本の日本の最近だとこれが個人的には安くてうまい。安くてうまい。安くてうまい。だからやっぱジンは安くてうまいのが一番いいと思います。みんなお店の人言うね、はい、ビヒーターとかさ、はい、タンカレーとかもう1000円台であるやんか、はい、でも日本のクラフトジンっていうのを名前ついちゃうとな、高いんですよ。なんか5000円とか3000円から5000円が当たり前ですからね、うん、まあまずはちょっとじゃあストレートで、はい、少しだけ、本当にちょっとですけど、うん、よろしいですか、ね、味見させてもらいましょうか。はい、一応ボトルこちらです。これジン、はい、これジンです。これ桜尾っていうもの。桜尾ですね。桜尾蒸留所っていうところが、うん、廿日市、広島の廿日市、うん、宮島の向かいぐらいに近いところやね、はい、そこあります。はい、はい、皆さんこれです。見えるかな、ちょっと見にくいかな。これ桜尾って感じで書いてて、うん、これがクラフトジンって言われてるやつやんな。はい、ちょっとじゃあいただきます。透明ね。お、きついわ美味しいけどきつい。きついですかねマスター、はい、あ、もう今梅雨でじとじとしてるしさ、外はさ、はい、スキーッとした飲み物ちょっと、あ、じゃあこれもきついよ。これやりましょうか。これでジントニックしたら美味しいですよ。はい、マジで。はい、言いましょう。もうそれしても、はい、じゃあボトルを、はい、うん、きついわマスター。これきついですか。うん、まあでもあれです、それはしょうがないですね。うん、でもこれ飲むよ。はい、そこは飲んじゃう。香りがすごいあれ、はい、でもどんなのが流行ってるのかな。日本のクラフトジンって言ったら、はい、あれよね、あの抹茶とかさ、煎茶とか入ったりするやん。ボタニカルな感じですね。ボタニカルでそんなん入れるけど、はい、この桜っていうのもそんなん入ってんのかな。入ってるかな。はい、それが大体イメージ的には、うん、使ってるボタニカルは、うん、お茶の葉っぱ、柚子、山椒。そっちゃいねえな、はい、日本のとか、なんかその辺使ってたんですよ、うん、なんか結構5種類ぐらい使ってたんですけど、だいたいその感じでやってて、あ、うん、うまいなと思って入れてたんですね。まあ3、4年ぐらい前の話なんですけど、うん、本当に。でもさ、この桜は美味しいぜ。はい、これも多分一緒だと思いますけど、ただですね、日本のそういうクラフトジンって、うん、なんかそういう風な感じでちょっと日本の風味を結構出そうという感じがしてるんで、普通の、うん、昔からジン好きな外国のジンが好きな人からするとちょっと邪道的な感じで感じるらしいんですよ。あんまり好きじゃないとか、ドライジンの飲んでる人からすると、はい、ただここの桜尾さんは結構うん、外国に近いんですよ、やってることが。なんか味わいが、だって味がもう、はい、ほんとドライジンの味やもんね、はい、これ見てください。なんでこれ結構評価高いですね。はい、うん、美味しそうね、これ。これ、ああ美味しい。これウイスキーさっきずっと飲んでたチェイサーみたいな。あ、そうですね、チェイサー側ですね。まあ暑い時はジントニックですよ。はい、このドライジンのね、どっちかとクラフトっていうよりもこのドライジンの香りがすごいするし、これイギリス人、スコットランド人、アイルランド の人が飲んでも別に、あ、そうですね、ね、普通やな、美味しく飲めるなって感じだね。ちょっと変わった感じでこの桜尾さんのが飲みたかったら、うん、ピンク色のやつが年に何回かリリースされるんですよ。桜色で、うん、多分桜のフレーバーというかボタニカルって言ってるんでしょうね、うん、桜っぽい味がするらしいです。本当に桜餅の香りするんですか。あ、そうですね、はい、おらしいですよ。まあちょっと5000円ぐらいするんで自分買ってないですけど
どうなんやろうね、はい、あのジンに5000円出すっていうのは、はい、普通飲みでは出さへんよな俺らの。そうですね、うん、やっぱ5000円出したら12年もののオフィシャルのシングルモルトが飲めちゃうんで、そっちの方に行きますね。うん、そうやな、はい、それただマスターただのウイスキー好きだから、ね、確かにジンは飲まんよ言うてるのもええやん。なんであるか知らんけどね、これはね、うん、まあ、最近ジンが流行ってるのもあれだと思うんですよね、うん、あのウイスキーみたいに寝かせなくていいんですぐ金になるからと思うんですよ。あ、そう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 、それ、はい、例えば今日本でね、結構新しい蒸留所ウイスキーの蒸留所が作られてるでやんか、はい、で作られてもすぐにはやっぱりウイスキーってお金になりませんよと、はい、樽で寝かせ3年4年5年、その間にキャッシュポイントないぜと、はい、どうやって金稼ぐんってなるから、そこである程度蒸留したやつに、抹茶とかお茶、柚子、胡椒を漬け込んで、はい、すぐ売るのがジンですよと、はい、ですね、な、そんな感じだと思いますわ、うん、でもそれ考えたら経営的にはやっぱりそこちゃんとしてるようなと思うな。そうですね、うん、まあ、大概なんていうんですかね、初っ端からやるところも少なくて、もともと日本酒作ってるとか、うん、ビール作ってるとか、はいはいはい、そういうところが、新しく始めるパターンも多いんですけど、もう真っ向勝負でなかなかやってるところは少ないですね、そういう意味では。リスク高いな。リスク高いですね、うん、はい、でここの桜尾さんも、はい、酒蔵です、はい、酒造会社、中国酒造っていうでかいところですけど、そういうことか、はい、それ考えて飲む面白いな、はい、あ、ちなみに今度、うん、あれらしいですよ、まあ、神戸ネタになりますけど、うん、六甲山に蒸留所ができるらしいですよ。ジンの？いや、ウイスキー。あ、そう、神戸新聞に載ってました。あ、本当？はい、これはこれで楽しみやね、はい、とうとうできますか？とうとうできます。まあ、ワインでね、ちょっと失敗こいてるんでどうなのかみたいな感じはしますけどね、はい、じゃあそれはある程度できてニューポット飲めるのと、はい、3年後にはウイスキーが飲める、はい、個人的にはですね、うん、あれだと思うんですよ、大阪万博に当て込む、当て込む、そこまで考えて、はい、多分そうだと思います、はい、ちょっと神戸も元気よくなる。そうですね、ウイスキー好きの、ウイスキーバーは多いんで、うん、あ、ほんまやな、はい、買い占めるんだろ。いやー、まあ今のうちから強いそうかそうか、はい、まあこの美味しいジントニックを飲みながらね、やっぱり偏ったマスターに結局ウイスキーの話になりました。ジンの話したかったのにね六甲で神戸の六甲山のところで、ウイスキーの蒸留所ができるという話に無理やり、持っていかれちゃって、うん、このホレオクラブどこ行くんやって話になったけどまあでもそれはそれで楽しみですよね。はい、もしね皆さんもここで、何か自分の好きな、ご自分の好きなウイスキーやら、ウイスキーだけでなくてもいいよな、マスター。あ、そうですね、はい、カクテルとかも出してますよね、うん、一応こういうジンもあるよってのを紹介しました。そうやね、もう他のお酒もやりたいんだけど、ただ途中からやっぱりウイスキーのあれで持っていかれるっていうところがあるんですがはい、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。マスター、はい、このすっきりしたジントニック飲んだ後やから、はい、やっぱウイスキーに変えるか、また。あ、そうですね、はい、休憩は終わりですね、はい、休憩終わりらしいですはい、もう一杯ちょっと考えます。ありがとうございました。